先発の石井和久立ち上がりから少し気だるそうな感じがあって、ワンアウトから平野がツーベース、そして昨日先制タイムリーのマット・マートンが今日も打ちました、打ちましたね。高めのカットボール気味のボールだと思うんですけどね、まあ、本当にコンパクトですよね。タイガース1点先制、この後金本三振でツーアウトになったんですが、5番の新井センターバックスクリーンに飛び込んでいきました。あのしばき上げたというような、ね、感じのホームランでしたね。第8号ツーランホームラン、これで初回3点を先制したタイガース。タイガース先発下柳なんですが、1回は抑えたんですが2回です。ワンアウトからフォアボールとヒットでピンチを迎えて、ここで8番今日スタメンの平尾がセンター前タイムリーヒット。ライオンズ1点を返して、さらにこの後片岡の犠牲フライで1点差とします。しかしその直後なんですが、4回ですね、はい、石井和久が3回抑えた後なんですが、シューミンチェが登板して、そのシューミンチェからタイガース新井ブラゼル城島の3連打で1点をすぐに奪います。まあ本当に変わって間もなく、落ち着く間もなくというところですよね。はい、この後ワンアウトランナー3塁2塁となって、浅井のショートゴロ、中島バックホーム、悠々アウトかと思われたところが悪送球、これもちょっと痛かったですよね。これで2点目5対2、さらには鳥谷のこのセンターへの痛烈な打球でした。まあ、本当にちょっとフルスイングされてしまいましたよね。ちょっとシューミンチェが準備がどうだったのかなと思うような4回のピッチングで、ちょっと、ね、腕の振りがね、まだこの時は鈍かったですよね。タイガースが3点を加えて6対2としました。その後5回の表裏は両チームとも3人ずつで攻撃終了。これからゲームは後半6回に入ります。